The two UFOs introduced here are real and genuine. I hereby affirm that again before I explain it. However, I don't know when this video was taken or by whom and where. But in this video, that is not an important point. However, again, these two UFOs are real and genuine. In this video, I will prove this with evidence, but before that, please watch the following video. The video is about mysterious objects discovered on the moon. After the video, we'll return to this screen again. And then I will prove that this video is real and genuine, and these two UFOs are real and genuine. ここに紹介している2機の UFO は本物です。私はそれをこの動画の中で説明しますが、改めてそれを断言しますが、私はこの動画がいつ、誰によって、どこで撮影されたのか知りません。が、この動画の中ではそれは重要な問題ではありません。しかし、この2機の UFO は本物です。この動画の中では証拠を添えてそれを証明しますが、その前に次の動画をどうか皆さん見てください。その動画には月面上で発見された謎の物体が映っています。まさに謎の物体です。その動画の後にもう一度この画面に戻ります。そしてその時、この動画、そしてここに映っている UFO が本物であることを証明します。ヒロシ・ハヤシ、ハメマスリー・ジャパン、October the 4th, 2023. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This video is a sort of additional video to video number 585. And if you watch number 585, you can understand the mystery of the moon the more in Japanese. 簡単に、月の謎の物体について復習してみます。この辺りに、奇妙なものがあるんですけども、これはいろんな YouTube でもすでに取り上げられておりまして、私が発見したものではありません。しかし、どういうふうにこの物体をですね、見るかはかなり見方が違うと思いますよ。違っています。で、これ一つの、UFO と見るか、あるいは二つの UFO と見るかなんですよね。で、私やっぱりこれもう一回精査していましたけど、影が、今は情報ですかね、から来てますから、クレーターのね、影の様子からわかるわけですけども、二つの機体というふうに、で、影の部分をですね、いわゆるぼんやりしている部分ですね、それを、いろいろ消しながら、そして立体というまた形を浮かび上がらせてみました。で、これがその図なんですけども、こうして影をですね、消して、こまめに消していきますと、一つの物体が浮かんでくるわけで、白い部分は、何らかの形で光っているわけですね。ライトかもしれません。出ないかもしれません。ともかくもこういうふうに、こういう物体が浮かび上がってきました。これを、何と見るかですけども、それは皆さんのご判断ですけども、こういったか、まさに UFO らしきものが2機、こう、駐機しているという感じですね。それから今、Google Earthでは、
The only reason why human beings are fascinated with the thought of intelligence in outer space, such as ETs, is because human beings want to believe in God, who is supreme intelligence. Only God can tell us why we are here and what for we live on this planet Earth. UFOs themselves, some are small, but some others are giant. No matter whether they are witnessed outside this atmosphere or inside of this atmosphere, are its evidence of God. なぜ私たち人間は ET という宇宙の知的生命体に魅了されるのか。つまりは人間は最高の知性体である神を信じたいからではないのか。神のみがなぜ私たちがここにいて何のために生きているのかを知っている。 UFO の存在は詰まるところその神の存在を示す証拠ということになる。と言ってもあるものは小さく、またあるものは巨大です。そしてそれらの UFO は地球の大気圏内にあるとか大気圏外にあるとか、そういうことは問題ではありません。広し林浜松スリージャパン。ある YouTube 動画の中でこんな UFO が紹介されていました。撮影された日時、場所は分かりませんが、それは問題ではありません。今ご覧いただいているのがその UFO ということになりますが、巨大な UFO です。themselves, some are small, but some others are giant. No matter whether they are witnessed outside this atmosphere or inside of this atmosphere, are its evidence of God. なぜ私たち人間は ET という宇宙の知的生命体に魅了されるのか。つまりは人間は最高の知性体である神を信じたいからではないのか。神のみがなぜ私たちがここにいて何のために生きているのかを知っている。 UFO の存在は詰まるところその神の存在を示す証拠ということになる。と言ってもあるものは小さく、またあるものは巨大です。そしてそれらの UFO は地球の大気圏内にあるとか大気圏外にあるとか、そういうことは問題ではありません。広し林浜松スリージャパン。ある YouTube 動画で結論ということになります。冒頭で紹介しましたこの場面をですね、もう一度じっくりとご覧ください。でこの2機の UFO はですね、本物か偽物かということになるわけですけども、この画面ではですね、下側、左下側のですね、黒い物体に注意してください。この黒い物体と全く同じ形のものがですね、月面上にあったということです。しかもですね、その黒い物体の形をですね、発見して皆さんに報告したのは、この私、林博です。誰も知らなかったということになりますが、その物体がですね、今こうして皆さんがですね、ご覧になっているということです。この事実を皆さんはどうお考えになるでしょうか。繰り返しますが、左下のですね、黒い物体については、2013年ですね、今から10年前には誰も知らなかったということになります。つまり、この物体と同じ物体がですね、月面上にあるということをですね、私、林博氏が発見するまで誰も知らなかったということになります。でこの物体はですね、2機あるわけです。一般には全体として1機というふうに考えられているようですけども、影の部分を取り除いてですね、そして私は2機に分解しました。するとですね、下のような画像が浮かび上がってきます。この時私はですね、
先にこの画像を作っていたわけですけども、さっき、まあ、皆さんに、ね、お見せしました UFO、 巨大な UFO であるというその物体についてはですね、全く知りませんでした。がしかしですね、こうして改めて比較してみるとですね、つまり左の上から2番目のこの黒い物体の後ろ側に位置するその物体とですね、右の、まあ、下にある黒い物体が形が一致しているということです。でこの黒い物体の特にですね、後方部というか前方部といいますか、わかりませんけども、ヒレのようなものが今赤丸で囲んでみましたけども、ヒレのようなものがある点に注意してください。でこのヒレについてはですね、その2013年の12月、この前にもう一号作っているわけですけども、その時はこの左下のですね、上の左下のこの形についてはですね、全く知らないでこの絵を作成したということになります。それがですね、こうして一致しているということです。つまりですね、右下の物体はですね、月面上にあった物体と同じである、同一物体であるということになるわけです。つまりこれがですね、右の下のですね、この動画がですね、本物であるという、まあ、物理的証拠ということになります。つまり右のですね、巨大 UFO を思わせるこの動画はですね、本物であったということになります。Super large UFOs are being witnessed by more and more people around the world now. Some are filmed by video cameras. These three UFOs introduced here are super large UFOs which are understood to be genuine by me. However, you can see thatThese three super large UFOs are all accompanied by smaller UFOs around them. And those small UFOs are super large UFOs which I, Hiroshi Hayashi, believe are motherships, but these small UFOs look as if they are flying, escorting the mothership. In this video, please pay attention to the small UFOs flying around the mothership.And at the same time, this indicates that. That is to say that there are currently many fake videos circulating, but by looking at whether small UFOs are flying around with a mothership, it may be possible to judge for us whether the video is real or not.Knowing whether or not a small UFO is accompanying the ship or mothership is one of the criteria for determining whether the mothership there is real or not. Am I wrong? 世界中で現在、超大型の UFO がより多くの人たちによって目撃されています。ビデオカメラによって撮影されたものもあります。ここに紹介する3機の UFO は、私林博士が本物であると判断した、つまりその超大型の UFO ということになりますが、これら3機の超大型 UFO はどれも小型の UFO を連れ添っているのがわかります。そしてそれらの小型 UFO は超大型の UFO、 つまり私林博士はマザーシップであると判断していますが、
それら小型の UFO はあたかもマザーシップの周りを護衛して飛んでいるかのように見えます。この動画では母船とともにその周囲を飛び回る小型 UFO に注意してください。で、同時にこのことは次のことを意味します。つまり現在多くのインチキ動画が出回っていますが、母船とともに小型 UFO が飛び回っているかどうかを見ることによってその動画が本物かどうかを判断することができるのではないかということです。小型 UFO が同伴しているかどうかが、つまりはそこにある母船が本物であるかどうかを判断するための一つの基準になるということです。またそう判断する私は間違っているでしょうか。広島市浜松市ジャパン October the 4th 2023。最後にこうした事実をどうか皆さん自身の目で見て確認してください。左はですね、2016年頃北海で撮影された大型 UFO ですね、巨大 UFO です。で、これはですね、日本上空で2020年頃撮影された巨大 UFO、 つまり母船ということになります。当初私はですね、この北海に現れた母船らしき UFO もですね、そして日本上空で現れた右側の母船らしき UFO もですね、偽物と思っていました。ところが細部を比較してみるとですね、上下逆さまにして左右反転してですね、やや前方後方に絵の傾きが違うと思われますけども、太さはやや違うような感じがしますけども、他の部分はですね、全く同じだということです。互いに接点はありませんので、ここでですね、この両者は両方ともですよ、
本物なのか、あるいは両方とも偽物なのかということになりますけれども、偶然ではありえないという確率をですね、その上にオーバーラップするとですね、この両者は両方とも本物ということになるのではないでしょうかということなんですね。細かいところを皆さん自身の目で見て比較してみてくださいということはですね、2016年頃撮影された左の、まあ、巨大 UFO ですよね、母船もですね、右日本上空で撮られたこの UFO もですね、本物であるということになるということです。